台湾国産潜水艦建造計画の一つの区切りとして、ようやく進水式を迎えるとの情報をキャッチしました。今回は、台湾初国産潜水艦建造計画、一番艦進水式を詳しく見ていきます。台湾への支援国が、謎のまま進んでいますが、日本も、何かの形で支援しているでしょうが、大きな声では言えない。オーストラリアがもたもたしている間に、台湾は、一番艦を進水することに成功しています。オーストラリアも、双竜型を購入してたら、今頃な。老朽化した潜水艦を更新するため、台湾は、2020年11月に、国産潜水艦の建造を開始しました。台湾メディアの報道では、9月28日に、高雄で、一番艦の進水式と命名式が行われる予定で、政府高官や各界の代表者も出席する予定ということです。台湾海軍の潜水艦戦力を紹介しましょう。1980年代に、オランダのズワールトフィス級潜水艦を土台として作られた海竜級潜水艦2300トンが2隻。第二次世界大戦中にアメリカで建造された電池級潜水艦2420トン2隻の合計4隻です。耐用年数切れというか、あまりにも時代遅れですよね。台湾としては、次の潜水艦を熱望していたはずです。当然、何度も、後継艦の調達が浮上しましたが、やはりというか、中国の圧力、横やりによってことごとく潰されてしまったのです。この状況に変化が生じたのは2018年でした。当時のアメリカのトランプ政権が、潜水艦建造に必要な技術や部品の台湾への売却を承認したのです。中国嫌いのトランプ政権が台湾に肩入れするのは当然といえば、当然ですよね。敵の敵は味方というわけでしょう。アメリカの動きに歩調を合わせたかのように、イギリスも 1.67 億ポンド相当の潜水艦関連の技術と部品の輸出を承認しました。ところが、実際に台湾で潜水艦建造を支援している国は不明でした。アメリカ、イギリス、フランス、インド、オーストラリア、カナダ、スペイン、日本、韓国などの名前が浮上したのですが、わからなかったのです。台湾に技術的なサポートを行った国の名が明らかにされないという理由は中国からの圧力が影響したとしか思えませんね。前述の通り、一番艦は2020年11月に高雄で建造がスタートしました。2023年9月に進水予定、2025年収益予定と発表されていましたが、スケジュールが前倒しされたことで9月28日に高雄の小湊区で、進水式と命名式が行われ、政府高官や各界の代表者が式典に出席する予定と報じられたのです。これが事実なら、日本の大芸型潜水艦と同じディーゼル多スリチウムイオン電池方式の潜水艦となるわけです。ちなみに、ロイター通信は、台湾は、潜水艦建造に必要な部品や支援を確保するのに、非常に、大きな困難を経験したと報じたことがあります。その一例として、あるドイツ企業を挙げています。この企業は、中国でビジネスを展開している親会社の意向という理由で、台湾との契約を突然打ち切りました。また、アメリカの同盟国で、通常動力型潜水艦に関する最も進んだ技術を持っているはずの日本でさえ、台湾支援を躊躇したと、ロイター通信が指摘していますが、日本、アメリカ、台湾の関係を考えると、興味深いところと見ているのでしょうか。防衛省関係者は、ロイター通信の取材に対し、台湾の潜水艦建造を支援するという構想が非公式に議論されていたことは事実だが、中国の反発を恐れて中止したと明かしました。元海上自衛隊のある人は、支援を中止したのは、中国を怒らせた場合の経済的な影響が危惧されたためで、中国でのビジネスを失うことを恐れた日本企業のロビー運動は非常に強力だと説明しました。中国とはビジネス最優先というのが日本政府のスタンスなのでしょう。だったら中国の違法操業に苦しめられている日本の漁業ビジネスも重視してほしいものだと思いませんか？台湾メディアも
潜水艦で使用するリチウムイオン電池を売ってほしいと日本へ要請したが、断られてしまった。なので、自主開発せざるを得なかったと報じていたことがありました。また、トルコから、タイ魚雷デコイ、おとりを調達予定だったのですが、果たして台湾が購入できたのか、まだわかりません。トルコは、バランス外交が上手ですからね、中国も台湾も、顔を潰さずに交渉できたと考えます。他国の兵器購入に、中国がいちいち文句を言う筋合いはないと思うのですが、台湾となると別問題なのでしょう。歴史的なねじれた深いつながりがありますから。自国領であるはずの台湾が、勝手に軍備を拡張することに神経を尖らせるのは当然といえば当然ですが、台湾の潜水艦ですが、大きさ的には、日本の渦潮型潜水艦くらいです。日本の場合は、領海が広いという事情があって、通常動力型潜水艦は、他国に比べて大型化していることを考えると、近海での運用がメインになると思われる台湾としては、順当なサイズだと考えられます。国防に関わる機密ですから、詳細な情報がほとんど出回っていません。運用が始まったら、概要だけでも情報が流れてきてほしいと思います。と言っても、進水式は今月ですが、引き渡しが行われるのは2025年ですね。本当ならすぐにでも配備したいところでしょうが、なんとも悩ましいでしょうね。結局、どの国が、台湾へ潜水艦建造の支援を行ったかは不明のままになりそうです。リチウムイオン電池の自主開発を行ったということですが、この短期間で独力で完成させることができるものでしょうか？本当にリチウムイオン電池を潜水艦に搭載していたとして安定して動かせるなら、どうにかしてこっそり日本が開発に絡んでいたと考えるのが妥当と思えますが、政府がそんな器用な真似はできないでしょう。そうした綱渡りができるぐらいの度胸があれば、むしろ嬉しいんですけど。台湾の国情に合わせた潜水艦の設計ができるところは限られますし、フランス渡りかなと推理しているんですが、ドイツが対中政策のせいで契約を打ち切ったという企業名は謎という話ですが、潜水艦に限ってなら、かなり重要なエンジンしか協力した可能性がないと思われるのです。今の西側の通常動力潜水艦エンジンだと、MTU、ドイツにあるロールス・ロイス社の子会社か、川崎重工業ぐらいの選択肢しかないはずです。となると、MTU が、陰で手を引いていたのか、過去に、潜水艦の実績がある、MAN、ドイツの自動車会社という手もあるのですが、この企業という可能性は低そうです。リチウムイオンに関して言えば、台湾にも、それなりの企業はあります。オーストラリアでの建造があったなら、管理が面倒な GS 湯浅のバッテリーより、商用で実績がある東芝の支部が搭載されるのではという話もあったので、万が一の安全性を担保できるなら、信頼性の高い商用バッテリーを潜水艦に搭載しても問題はないはずですが。全くの新規で、政治的な縛りなしでやるというのなら、消耗品をコッツ、COTS、コマーシャル、オフ、ザ、シェルフで購入するという手法もあります。コッツというのは、既製品で販売やリースできるソフトウェア製品や、ハードウェア製品、または一般向けにライセンス提供されるものを採用することです。新しく作るのではなく、今あるものを利用するわけですから、経費も安くできるはずですね。艦の大きさについてはまだ未公表のようですね。以前、台湾軍現役の海流型水中排水量2660トンに近いか、それよりもっと小さくなる見込みと報道されていました。それにしても、潜水艦の建造スピードは随分早いと思います。今回は進水式ですから、偽装は今後行うのでしょう。とはいえ、潜水艦の建造経験が全くなかった国が最初に手掛けた国産艦を3年で仕上げたというのは非常にスピーディーと感じます。一番艦の建造については広報の確認や工員の育成などもあるので、
どんな国でも、1年ぐらい、長めに時間を見積もることが多いはずです。にもかかわらず、この短期間で海に浮かぶところまでよく持っていったなぁと感心します。相当急いで作ったか、建造に関する労役投入のノウハウを、支援者からしっかりと叩き込まれたという感じでしょうか。例えばの話、最近の日本の潜水艦ですと、建造スタートから浸水まで2年、そこから偽装して引き渡しまで2年、それに配備まで1年とみなして、実質5年で戦力化というスピード調達をしているので、ここら辺りを意識したと考えれば、台湾のこのスピードは納得できます。実は、日本の場合、毎年、必ず、1隻の発注が来ることになっています。これは、世界的にもあまりない状況ですが、このルーティーンを、若干の無理をしてでも維持しているからこそ、こういったスピード建造ができているのです。しかし、台湾はどうなっているんでしょうね。この潜水艦に関しては、韓国の大宇造船の系列会社が起こした産業スパイ事件や韓国顧問団の費用請求問題、台湾側メーカー担当者の逮捕など、いろいろありました。逆に、言えば、それだけ、韓国産業界の関与が深かったということになるでしょうね。韓国も日本に負けないように、潜水艦年一艦建造を行っている国ですから、その辺のノウハウが台湾に投入されているのかと推測されます。台湾の潜水艦の中身やスペックが公開されることは当分ないと思われますが、外観だけでも見えるようになるのが楽しみですね。防衛装備庁が、ついに、レールガンの洋上射撃試験で成功との発表。今回は、レールガン世界初の洋上射撃試験成功を詳しく深掘りしていきます。アメリカでさえ断念しているレールガン開発日本が世界をリードする時が来ましたね。日本が、アジアのシリコンバレーへと変革している中、新たな発電システム開発も進んでいます。中国も現在ガラパゴス化しています。今まで各国から盗んできた知識が入手困難になり、経済も崩壊です。そういえば、学術会議の中国メンバーは排除しないといけませんね。2023年10月17日に、日本の防衛装備庁は、開発中のレールガンを、実際の海上自衛隊の艦艇に搭載した形での洋上における発射テストを行ったことを公表。レールガンとしては、世界に先駆けた取り組みとなった。今回の試射テストにおいては、その発射時の状況を収めた短い動画も SNS 上で公開されているが、レールガン自体しか映っていない絶妙のアグルで、海上自衛隊のいかなる艦艇へ搭載したのかは伏せられている。公開された動画は、洋上で発射されるレールガンの発射時の銃口部付近のみを左右、斜め右下、上の4つ視点から捉えたもので、艦艇の種別がわかるような映像は一切映り込んでおらず、特定は困難だろう。レールガンは、弾丸を従来の火砲塔のように火薬を使用して撃ち出す仕組みではなく、電気を用いて、電流をレール上に流すことによって電磁気力を発生させ、その力で撃ち出す手法を用いた兵器である。従来の火砲と異なり、火薬等の爆発力を利用して弾丸を撃ち出すものではないため、今回 SNS 上に公表された動画においても、銃口部が発射の反応で動くような様子もなく、極めて静かに動作しているように見える。レールガンは、これまでに、日本以外でも、アメリカ、ロシア、中国、トルコなどが開発を推進しているとされてきたが、最も先行していたと、おぼしきアメリカは、2021年に開発の中止を公表するなど、取り組みにばらつきは生じている。
アメリカがレールガンの開発中止を発表したことで、その実用化を危ぶむ声も聞こえていたが、今回、日本は、なんとか洋上での発射テストを成功させたことで、その実用化が現実味が帯びてきたと言えるのかもしれない。日本では、昨年2022年末に、海底の上で閣議決定された防衛力整備計画の中に、2023年度分の防衛予算に、238億円のレールガン開発に向けた費用を計上していた状態で、早くも、この投資の成果を反映させた形となった。日本におけるレールガン開発の道筋は、まず、小口径のレールガンで実用化を実現した後、次に、中口径のレールガンの開発を推進する二段構えで進められる予定とみられ、今回は、第一段階の小口径であったと考えられる。日本では、レールガンを陸上の特定の場所に固定設置するものと、今回の発射テストのように艦艇に搭載するものとの2つの用途で実用化を目指しており、現時点では2027年を目標に開発を進めている段階である。防衛装備庁では、電磁気力を利用して弾丸を発射するレールガンは、従来の火薬を用いた砲と比較して、弾丸の発射速度を極めて高速にすることが可能になると見ており、その特性を生かした活用法に期待を寄せている。具体的には、防衛装備庁では、レールガンにおける弾丸の初速を、秒速2000メートル以上とする目標を掲げており、これは、例えば現在の火砲の代表例である、戦車砲の 120mm 砲弾が、およそ秒速1750mほどであることより、はるかに高速である。すでに、防衛装備庁では、陸上の施設内におけるレールガンの発射テストは、これまでにも行っているが、そこでは、弾丸の初速が、秒速2300m弱をすでに達成しており、掲げる目標値が現実的であることは証明されている。では、こうした物理的なレールガンの高初速な弾丸を、いかなる用途に用いることが想定されているのかといえば、敵のミサイルを迎撃する手段としての対空、防空兵器としての用途や、敵艦や対地攻撃用途が挙げられている。個人的には、いかに、レールガンの弾丸が高初速とはいえ、飛来する敵のミサイルを迎撃するためには、弾丸自体は未誘導であると思われるため、敵ミサイルの軌道を、いかに正確に把握して発射するのかが問われるのではないかと感じる。このあたりの部分は、今後、ますます高速化が予期される、極、超音速兵器をいかに捕捉するのか等し、レーダー等の周辺機器との素早い連携が必要になると思われ、そう簡単に解決できる問題ではないのではないかとの疑問もよぎる。逆に、敵艦攻撃や対地攻撃用途を想定した場合、その弾丸の高初速を生かした小口径ながら、比較的威力の大きな攻撃手段の一つとして利用できる可能性は高いのではないかと思え、そちらの実用化の方が早いようにも感じられる。いずれにせよレールガンでは先行していたと思われるアメリカが、イギリスの BAE システムズ社等と進めていたその開発を諦めた大きな理由は、運用に必要な大電力の供給と、射程の短さがネックとされたと記憶している。これらの個人的には若干の違和感を感じていた。しかし、これは防衛装備庁が公表しているレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料によって、一貫してレールガンが射出する物体を弾丸だと表記していることに倣ったものであると推察することができる。このレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料では、レールガンを電気の力を利用して弾丸を発射する将来砲と記述しており、火薬を使用する火砲と比して非常に高速な弾丸初速を実現するものと定義している。よって、そこではレールガンの特徴を
前述したように、1秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能。2電気使用のため、弾丸初速の調整が可能で、火薬より安全。3弾丸自体が小型で、探知や迎撃が困難だとしている。1の秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能という点は、これまでにも記述してきた通りだが、2の弾丸初速の調整が可能で火薬より安全という点は、電気を用いることで生じる大きな利点であろう。火薬を砲弾の推進力として使用する従来の火砲は、例えば戦車砲の場合、44口径120mm滑降砲よ、ルル、55口径120mm滑降砲が長射程であるというように、重心長が物理的に長い方が砲弾をより加速させ、長射程高威力を実現させる。これがレールガンの場合、電気をエネルギーとして弾丸の発射に用いるため、非常に瞬発力が高く、短い砲身であっても、極超音速に到達する速度で、弾丸を発射可能でかつ、電力の調整で、その性能を容易に制御できるとされている。こうした電気を弾丸の発射に用いることの利点は、言うなれば、ガソリン等の内燃機関のエンジンを搭載した車と、電気モーターで駆動する車との特性の違いとよく似ており、後者が、出だしから、高い出力を発揮できることを想起させる。また、通電させる電気の量を調整することで、弾丸の初速を制御できるということは、状況に応じて電力消費量を抑えられることを意味し、ある意味汎用性の高い運用が実現できる可能性を示唆するものとも言えるだろう。日本の試作段階でのレールガンは、口径 40mm、全長約 6m、重量約6トンの砲自体から、全長約 160mm、重量約 320g の弾丸を、総エネルギー 5MJ で、8.5kV の電圧を用いて発射する仕様となっている。40mm という口径は、現状における海上自衛隊の護衛艦が搭載している火砲が、主として 76mm や 155mm であることに比すれば、まさに、艦砲というより、機関砲に近い小口径であり、効率的に運動エネルギーを活用するものだと感じられる。この 40mm 口径が小型のレールガンであると考えると、今後の中口径というものが、どの程度の大きさを想定しているのかが気になるところではあるが、現時点ではそれについて判断できるような情報はまだ見当たらない。日本の通常動力型潜水艦が世界屈指となる中、世界の原子力潜水艦の廃棄が30年も進まない状況が、この度世界に発信された。今回は、原子力潜水艦の原子炉廃棄を詳しく深掘りしていきます。オーストラリアも、世界に原子力潜水艦導入と堂々と発表しているが、廃棄まで考えていないのではないのかな。日本は原子炉よりもはるかにいい燃料電池を考えているとか、いないとか。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では、動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているが、世界の海軍に目を移せば、多数の国が保有と運用と、そして一部で退役後の保管も行われている。
海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に、現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めている。そもそも、原子力推進方式の航空母艦を、この2023年時点で保有、運用している国は、アメリカとフランスの2国のみで、前者が、ニミッツ90隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻、後者が、シャルレド・ゴールと、合計でも12隻しかない。しかし、アメリカは、世界初の原子力推進型の航空母艦として、1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は、3年後の2015年5月から着手した状態である。このエンタープライズの原子炉の処理は、IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社は、アメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計、建造、燃料交換が可能な唯一の造船企業である。エンタープライズは、アメリカ海軍のそして、世界で、初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は、未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっている。エンタープライズには、ウェスティングハウス社製の A2 ワット加圧水型原子炉が、合計で8機も搭載されており、その撤去には、一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも、多額の費用が必要となってくる。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを、実際に記念艦として復元し、保存することの意義については、意見が分かれている感もあり、実際に、最終的な措置がどのように推移するのかの決定には、未だ、しばらく時間を要すだろう。ちなみに、エンタープライズという艦名は、アメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・ R ・フォード級の3番艦として、2022年4月に寄港されたものに、すでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みである。そして、今後のアメリカ海軍では、1番艦である、ニミッツが、1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有、運用中のニミッツ級の退役も、50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りで、その対象が増加していく。ミニッツ級は、原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体は、わずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についても、その工数は下がっていると思われる。エンタープライズの場合、8機も、原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なくも積もっても、およそ1000億円弱、多ければ、その倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は、優に、通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵する。さて、続いての原子力潜水艦であるが、こちらは、2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっている。こうした中で、西側諸国の中では、アメリカとフランスが、退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるが、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近である。それまで、イギリス海軍は、退役を迎えた原子力潜水艦を、特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも、
多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があった。前述したオーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアは、まず、アメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を、少なくとも5隻は調達すると召されている。その後、イギリスとの共同開発によって、軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるのだが、やはり、その退役後の処分には、イギリス流のやり方が有力視されている。すなわち、オーストラリアでは、今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に係留して保管し、しかるべき時期を経た後に、最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだ。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として、原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に、自国で未知の領域である原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているのだろう。さて、そんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月に、アメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、イギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表した。今回のこの両社の契約の目的は、アメリカとイギリスの両国において、今後も、退役後に、原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されている。前述したように、アメリカ海軍は、2025年以降に、ミニッツ級航空母艦を、順送りで、10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越して、その能力を高め、かつ、同盟国や友好国にも、その技術を戦略的に供与する意図がある模様だ。こうして、アメリカとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも協調、協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに、解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろう。フランスとしては、急遽のオーカスの締結によって、本来、自国がオーストラリアと進めていたシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を宝具にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうか。さて、イギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA、サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から、初の解体処理に着手したことが報じられている。今回 SDA、サブマリンデリバリーエージェンシーが、初の解体処理に着手した対象は、1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアである。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして、一番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に、31年もの係留、保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け、燃料と放射性物質の除去を実施する。SDA、サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については、従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると、喧伝しており、その艦隊に使用されている合材や部品は、9割以上を、再利用もしくはリサイクルが可能と述べている。イギリス海軍は、スウィフトシュア級より、以前の、バリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻もすべて係留、保管しており、
今回のスウィフト・シュアは、予定では2026年内に解体を終えるとしている。